じゃあ、奥戸さん、最後行きましょうか。はい、よろしくお願いします。質問なんですけども、少しずつ走り方が変わることによって、やはり足の疲労が溜まるところとか、故障しやすい場所みたいなものが、変わってくるような気がしてですね、今回も右足のクルーシーの下が痛むなんて全く想像してなかったのが突然来たんでですね、疲労が溜まる場所がフォームを少しいじることによって変わってくるものなのかどうかとかですね、まあそういう心の準備とかケアのことについて、もしご指導いただければなと思います。はい。これすごく大事なことだなって思うのが、常に自分のやっていることに対して何か新しいことが必要なんじゃないか、自分がやっていることが今は通用しないのかもしれないみたいな風に思い続けることってすごく大事だなって思うんですよ。要は小僧さんが足が痛くなったじゃないですか。それってなんで足が痛くなったかっていうと、今までのトレーニングの量とか今までのトレーニングのスタイルとか今までの小僧さんがやっているケアで処理できていたものが処理できなくなって足が痛くなっただと思うんですよ。それって言い方を変えると今までのケアの仕方とかで通用すると思っていたってことだと思うんですよ。だからトレーニングの量が多くなったりとか何か変化があった時に今まで自分が持っていた武器じゃ戦えなくなることがあるって思っとかないといけないってことですよね。なのでちょっと張ってきたなと思ったら今までこうだったけど、例えば今までストレッチ10分だったけどストレッチ20分にしてみないといけないかなとか、今までケアは基本的に自分の手でやってたけどなんかマッサージマシン買っとかないといけないかなとか、常になんか今の自分がやっているこれで足りているのだろうかみたいなものをアップデートしていかなきゃいけないっていう感じですかね。うん、でそれを敏感により慎重にやっていくことがすごく大事かなと思います。なるほど。例えば、月間走行距離を伸ばすときに、月間120キロの私が月間150キロになったときに、何を変えなきゃいけないのかなって、もう先に決めるみたいな。例えば、今までは栄養を意識してなかったけど、栄養を意識して取らなきゃいけないよねとかもそうだし、睡眠の質上げないといけないかなとか、みたいな、なんかそういうのも、ちょっとアップデートしていかなきゃいけないっていうふうに捉えておくと、多分、いろいろ今頭の中で、あれもやった方がいいな、これもやった方がいいな、あれこうしようかなっていうのがちょっとぐるぐる回ってきてると思うんですけど、なんかそういう考え方が、必要かなと思いました。そのランニングフォームを変えたことによって、なんかダメージの出方が変わるっていうのも、それと同じことが言えて、要は今までと違うことをやり出したから、今までの同じストレッチをやるんじゃなくて、ちょっとこういうストレッチを追加してみようみたいな、やることが変わっているのに、武器を変えないで戦わないようにするっていう感じ。それのなんか具体的な方法は、もうちょっと細かい、こういう場合って、私こうしてるんですけど、他に何か付け加えることはありますかねみたいなので拾っていかないといけないので、なんか、例えば何か一つありますか？そうですね。月額でやってる、ストレッチはやってですね。で、その後、まあ、20分ぐらいか30分ぐらいでしょうか。マットの上に寝転んでですね。いろいろ伸ばしたり、ここが張ってるからどうかなってチェックしたりですね。やってるぐらいなんですけどね。特に、それぐらいでお伝えするほどのことはないですね。うんうん、じゃあ、自分から一個宿題。もうちょっと、ストレッチと、マッサージについて、もうちょっと詳しくなってください。はい。今ってすごい便利な世の中で、例えば、YouTube で、太もも張っているとか、ハムストリングほぐし方とか、ふくらはぎストレッチとか調べると、いっぱい出てくるんですよ。ああ。なので、今までのやり方だったら、そういうの別にそんなに情報を集めなくても、体の自然に回復するので間に合っていたけども、ちょっとトレーニングの量が多くなったから間に合わなくなってきた。じゃあ、今までの自分の、ストレッチの知識、マッサージの知識では戦えなくなってきた。じゃあ、どうすればいいかっていうと、そこをもうちょい詳しくなる。そこをアップデートすればいいっていうことだと思うので。なので、例えばもう決めてもいいです。1日1つ新しい情報をインプットするでもいいし、
何でもいいので、ちょっと今よりもストレッチ、マッサージについて詳しくなる月間みたいな感じで、ちょっと頑張ってそこ深掘っていってみてください。そんなに難しいとこ行く必要はないので。わかりました。これやるだけでケアも楽しくなるし、はい、セルフマッサージの精度も上がると思うので、そこをちょっと、詰めていってください。あ、はい、わかりました。あとは、ちょっとやっぱり、トレーニングのボリュームのラインがギリギリラインだと思うので、ちょっと危ないなと思ったら、少し設定ペースを落とすとか、怪しいなと思ったら、じゃ、少し、なんかここの距離って調整してもいいですかみたいな相談、してください。あ、はい、承知いたしました。はい。ありがとうございます。こんな感じで大丈夫ですか、大蔵さん。あ、はい、大丈夫です。ありがとうございました。はい。